皆さんこんにちは。目から鱗の時間です。パーソナリティのウェッジとゆみちゃんです。24時間常時放送のインターネットテレビチャラネ TV がお届けする目から鱗。今輝いている人の人生の転機のきっかけ、まさに目から鱗が落ちた瞬間を紹介し、ご覧いただいている皆さんの人生の転機のヒントにしていただく番組です。いや、はい、よくさ、はい、本を出版した人で出演してもらってるけど、うんうん、なかなか実現するって難しいって聞いたよね。私この前アメブロのなんかから来たでメッセージ、本出しませんか、本出しませんか、それはあかんでって、自費出版のやつ、そうそうそう、騙されるなみたいにみんなに言われてあれ、あれ来んねんな、びっくりした。私何回も来るよね、あれ人気もなんかと思ってちょっと一瞬感じました。そうそう、あれ錯覚起こすよね。チーンやもん、お前それはやめといた方がいいですよって言われても、はあ。でその本を出版した経験を持つ人に今日は来ていただいてるんですけども、うんうん、まあ僕やったら、うん、もし本を出すとしたら、うんうん、自分流に生きよう、人生の主役としてとかってこうなんか書かんでもさ、これ見てる人みんな知ってるよ、みんな知ってるから、みんな知ってるこれが本、でもほんまによ、もうこれでなんか僕の人生のあれできるよ、ほんまに、うん、でもね、今日来ていただいたゲストさんは、うん、あるきっかけで本を出版したゲストさんなんですけども、うんうん、そのことについてね、ちょっとまあ、うんうん、いろいろお話を伺いたいと思いますので、なんかそうしんみりする感じ、めっちゃしんみり、ね、めっちゃわかりやすいやん、ね、めっちゃしんみりしたで、ね、その辺がね、まあいろいろあるんですけども、でもね、はいはい、そればっかりではないんですよ、うん、なのでちょっとね、はい、じっくりと、じっくりと、じっくりらしいで、ね、話聞いていただきたいと思います。承知いたしました、はいはい、ではコマーシャルに行きたいと思います。はい、はい、いってらっしゃい、いってらっしゃい。おかえりなさーい。はい、今日はですね、またマヤ暦、そうなんですよ、最近マヤ暦ちょっとですね、ドリームナビゲーターのユミピーさん、名前もかぶる絵本さん、泉ユミさんに来ていただいてます。もう最近ね、実はマヤ暦の方続けて来ていただいて、うんうんうん、で鑑定も2人していただいて、私まだね途中で終わってる、途中ない、まあ途中なんか、なんかその186日の人の説明で終わってる、ね、そうなんか、そうだから自分の波乗りが全然まだ見えてない。なるほど、え、私こんな人なんやねって終わってなるほどね、186日の人です。あ、なるほど、あ、なるほど、あ、納得したんですね。はい、あのそうそう、ちょっと表があって、はい、それを見比べてみないと、はい、私もパッと、あ、なるほどです、ソウルキッドね、はいはい、はい、で、うん、まずその、うん、絵本を、うん、この絵本ですよね、はいはい、空の上から見ているよっていう、面白バーン出てますね、これね、うん、はい、絵本のこの出版したきっかけっていうのをお話しいただきたいんですけども、うんうん、はい、あ、いきなりそこからいきますか、はい、まずこの本からいかないと話始まらないですもんね。そうなんですね、はい、私にはあの2人子供がいたんですけれども、うん、2番目に生まれた娘が生まれつき心臓病で3度の大きな手術を乗り越えたにもかかわらず、8年前に12歳の時、うん、夏風邪にかかって敗血症で亡くなってしまったんです、うん、でそれで心臓病で入院とか手術とかっていう体験もしたし、うん、その亡くなったっていう体験もしたので、うん、これは何かやっぱり私に使命があるのではないかと思い、で考えた時に絵本をちょっと書こうかなと思って、でもそういう経験をなさっても、うん、はい、なかなか絵本を書こうかなって言って絵本を書いて出版されるっていう、そうよ、だってうち今息子が11歳やからちょっとなんかチーンってなるわ、うん、ちょっと無理と思って、うん、その話だけだとちょっとほんま無理やわ、でそれの出版されるまでのその一時行く、こう
段階的なところっていうか過程っていうのはすごい知りたいなと思って、すごい頑張りはったんやろなとは思うんですけども、だってそんな本にしようって思うまでって、うん、どんな感じだったの？もともと絵本が好きで、私も小さい頃から読み慣れ親しんでたって、うん、子供にも読み聞かせはしてたんです、うん、そして、まあ、病気の前だから特にベッドの上でやれることってちょっとやっぱり限られてきていて、うんうんうん、特にこう手術後とか、うん、そういう時は読み聞かせが一番良かったし、一人でもちっちゃい本とかこう寝転んで読んだりしてたりして、うんまあ、時間を潰してたっていうところ、うん、そういうのを体験してきて、うん、で私自身絵本を描きたいっていう思いがあって、うんまあ、それは生前なんですけど、うん、ワンデーで、うん絵本講座みたいなのに行って、うんうんはい、そこで、まあ、学んだことがあったんですよ。でその時に作ったものをなんか娘がすごく喜んでくれたのを思い出して、これはもうやっぱ絵本作りたいな、作ってあげたいなと思って、で第1弾は私から娘へのメッセージ、うん、でそして娘から私への、ね、私とかあと周りの人の感謝、うん、感謝の気持ちを伝える絵本にしたいと思って、うん、で まず第一弾としてそれを出版したいっていうのを思って、うん、で昨年ようやくクラウドファンディングを立ち上げて、うんうん、で闘病記のような絵本をやっと完成して出版するようになってきました、うんうん、その絵本はこの空の上から見ている、はい、これ Amazon でも検索したら出てきました、はいはいうん、すごい。なので皆さんもね、うん、もしよかったら、うんはい、検索してご購入いただいて見ていただいたらと思います、はい、もう最初の方がちょっとおい、うん、娘の生い立ちになってるので、はいトロンと、まあ、娘こんな感じで可愛い時から小っちゃい時に、うんまあ、小さい子が抜いてて最初はちょっとこう、はい闘病記のような感じなので、ねはい、最初読みづらいかなと思うかもしれないんですけど、うん、あそうこの感謝 のここの言葉、これが娘が亡くなって、はい数ヶ月した時に、生前に吹田市のなんか提出するなんかコンクールがあったらしくて、うんうんはい、それに出したものが最優秀賞とかっていう連絡があったんですよ、うんはい、でそれが何わからないまま見ていたら感謝っていう作文を書いてたようで、うん、でその言葉をここに書いてます。なるほど、はい、でこういうのとかを見て皆さんにこうすごく、ね、なんかしんどい時に声をかけてありがとうとかってなんか同級生が声かけてくれたことなのかなって思う。周りの友達に恵まれていてすごく優しくしてもらって、うん、で本人もすごくニコ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 しているから可愛がられて、うん、先生にも、うん、友達にも優しくしてもらったのがすごくありがたかったっていう感謝の気持ちを残してたっていうのがびっくりしました、うんうん、ちょっと読ませていただいたんですけども、うんよくできてるいい絵本で、うん、その絵本というよりも、うん、僕もある意味、うん、なんていうかな小説に近いような感じにこう感じたんですけどね、うんうん、最初の方はこうやってね写真入りで娘の生い立ちとか、はいまあ、あの娘が夢を叶えた形図とか、うんすごいおぼつかない字で書いてるんですけど間違いとかもあったり、まあ、そのまま載せてますで、まあ、後でもらったお友達からもらったものとかで、あとは思いっていう私の思いのページで最後にあここはね写真とこういうイラストイラストは全部虹色にしてますほとんどで最後に感謝っていうところで娘から皆さんにメッセージっていうので載せてますこんな構成になってます、うん、で最後にクラウドファンディングでお世話になった人の、うん、こう言葉と、うん、言葉と、うん、名前載せさせてもらってる部分もあります、うんうん、もうなんていうかなもう60超えたおっさんがこう呼んでも、うんうん、あ母親の愛って深いんやなっていうのを再認識できるし、それをこう忘れずにこう、うん、なんていうかな日々の生活の中で感謝をやっぱりしていかなあかんなっていうのをまあ今更ながらにこう教えられたなんか、絵本でしたね。もともと
と女の子が欲しいと思ってて、一、人目が男の子で、二人目女の子だったから、まあ、生まれた時女の子だと絶対幸せにしてあげる、私と思ってて、で、病気で生まれてきてしまったけれども、やっぱそれでもやっぱり嬉しくて、で、大事に大事に遊びに、でもやっぱ病気で心臓病のこういうちょっと重症だったので、こういう子たちは二十歳まで生きられないかもしれないってちょっと先生にね最初言われてたので、まあ、それだったら、まあ、亡くなった時にこうママのところに生まれてきてよかった幸せだったよって言ってもらえるように接してきました、うん、でなるべくあの子が幸せでいてられるように、何でもだから挑戦できることはやってきたので、うん、亡くなったことは悲しいんですけど、そこには悔いはないです、うんうん、まあ、同じ境遇の人も、うん、まあ、この世の中にはたくさんいると思うんですけども、この絵本を読んでいただいたら、うん、多分なんか、うん、心の迷いみたいなものがある人は、うんうん、なんか教えられて、その辺が吹っ切れるかもしれへんなっていうようなものではないかななんてちょっと思ったりして、うん、嬉しいです。ドイツめちゃもうハートズキュンやな。いやもう、やばい、喋られへんのちゃうかと思ってドキドキして今。すごい弱いのよ。うん、いや本当にすみません、タオル持ってきてもらっていいですか。ちょっとうるうるされてますね、本当にね。いやこんな上ちゃん放送中に見た初めてやねんけど。本当、読んでしまったが上に、うん、あそういうことか、うん、うわちょっと前代未聞の日がやってきましたよ。ちょっとすみません、うん、でもいやだってね、ま、お母さんがそれを軽々と喋ってらっしゃるのを見ると余計打たれるよね、うん、いや本当に私すみません、まだねちょっと読ませていただいてなくて、うん、ちょっと後でじっくり、そのウエッチのそんな顔見たら読めれへんやんもう。ちょっと会場みんな泣いてるけど大丈夫かな、本当に決してね、泣かへん私大丈夫、うん、決してでもかわいそうとかっていう思いではないんですよ、うんうん、この娘さんも幸せやったやろし、うん、そのお母さんも幸せやったし、うんうん、ここには本当の愛があるなと思ったっていう、うん、まあいい話だけで済まされないくらいの、お母さん引いてますからね。こんなテレビ収録中にこんだけ泣かれても困るよね。びっくりする、まあ、私もあの娘が、ね、はい、病気で生まれたからこそ、はい、やっぱりあんまり期待も大きすぎず、うん、無償の愛を、うん、与えれたと思うし、うん、なんか、うん、与えられたなっていうのはすごい実感します。いやもう僕はもうこの娘さんにもすごい教えられたし、うん、もう頭下がりました。私でも逆にね、今こうヘラってなってるっていうのはもう年が近いっていうのなんですよ。これ自分と合わせると怖すぎてちょっと今そこに触れられへんっていうのが正直なところ。そう、うん、シンクロしそうでなんかね、いや なんかだからもうごめんなさい、正直なところ受け止めるのが怖すぎる感じ。そう、だから読めないっていう人もいる。そうでしょ、だ読めないと思う。私本当に言えるのは、うんうん、いやもうぜひ運動してほしい。確かに言いようがないですね。もう今は多分ちょっと読めれへんかと思う。だってもう今年がね一緒ぐらいなの、言ったらうち息子が、うんうん、その状態でそのお母さんのところにかぶさるとちょっとやばいかも。いやもうこれ読んで一番思ったのは、うん、あまだ母親生きてんのに親孝行せななって思いましたね。うん、でもちょっと真っ只中なのでちょっと多分そのうちより時が来ればありがとうさせていただいてちょっと救われました。今ちょっと受け止められない感じですね、うん、まああのまあ、みんなが楽しく幸せに生きれば、うんうん、生きてもらえればそれでいいかなと思ってます、うんうん、お母さんの笑顔の方が刺さるんです。いや僕ね、うん、この本を読んだりこのことを知っていただいて、うん、娘さんの存在がみんなの心に、うん、一人でも多くの人の心に、うん、残ることが一番幸せなんじゃないかなと思ってます。これを書かれた後にマヤ歴なんですか。あ、ね、うん、娘亡くなって、はい、まあ、絵本書こうと思って、はいはい、で文章はメッセージやからすぐ結構出てきたんですよね、うんうんうん、意外と書き留めれてて、はい、すぐできたんですけど、はい、
どうしようかなって、書けないこともないけど、うん、ちょっと不安だなと思って、うんうん、で何の画材とか何にしようかって考えた時に、うんうん、パステルっていいなと思ってたら、うんうん、パステルこう、ね、安く、はい、教えてくれる人が現れて、うんうん、でその人に習いに行ったんですけど、うんうん、そこで勉強会があって、うんうん、で勉強会に行った先に前歴をやってる人に、なるほど、でそこでそれも必然的な出会いなんですね。で前歴は魂の使命が分かるって言われたので、うんうんうん、はい、そこに私もともと占いとか好きで、はい、そういうことが、で、まあ、小学校ぐらいの時から、うん、トランプ占いやら数字で占いやら、うん、何やかんやって自分で遊んでて、うんうん、なのでいろんな占い知ってたけど前歴って知らなかったって、うん、でその時初めて聞いて前歴って面白そうって、うん、習うようになって、うん、で最初はもうかじる程度で終わろうと思うんですけど、はい、うん、なんか周りのみんなとやろうって言って、うんうん、で私は夢の実現する力の強いドリーマーの名称で青い夜って言うんですけど、私も多分あると思う同じ違う、白い橋渡しと青い夜、で青い夜はドリーマーって言われたと思うんですけど、夢を実現する力強く言って、うん、人の夢も応援してあげるといい星なんですよ。なるほどね、うん、しっくりきた今の、うん、で夢を実現する力が強いからきて、まあ、人の、はい、前歴ドリームナビゲーターとして夢を応援していく、うんうん、でもう一つの紋章が赤い空歩く人っていう紋章 で、はいはい、でそれは、まあ、天使のメッセンジャーとも言われてるんですけど、うんうん、まあ、天使の、まあ、言葉を発する人であり、あと社会貢献とか、うんうん、ボランティア精神でまんまじゃないですか、まんまなので、ね、私もともとやっぱり夢がないと生きていけないなって感じてたり、うん、あと人の役に立たないと私の存在する価値はないとか思ったり、うん、なんかそういう方向性がやっぱり前歴通りに生きてたんだなっていうのも実感してます。前歴って不思議ですよね、うん、なんか考え方の根底のそのサイクルとかいろんなものがもうね、うん、違うから。もう一つすごいのが、はい、娘が生まれた時って、うん、まあ、12年から、ね、はい、3年、はい、12歳3ヶ月で亡くなったので、まあ、そのくらい生きてたんですけど、うん、その期間は私絶対修行やったんや私とか思ってたんですよ、うん、で前で白の時代が修行なんですけど、うん、はい、見たら全部黄色い時代だったんですよ。黄色っていうのはすごい愛情に満ち溢れた期間になってて、それを見たことで、うん、私はそのネガティブな白の、うん、試練の時だとかいうやつよりも、うんうん、恵まれていた愛情に実りがあった年だった、うんうん、もう全く本当に生まれた時から亡くなるぐらいの間は真っ黄色に入ってたんです私の。それがすごい不思議ですね、はい、でポジティブに変わったので、うん、そういう前歯腑に落ちるっていうか、うんうん、自分に腑に落ちるそのなんていうかな、あの心当たりがあるようなその鑑定が出るっていうのは結構ありましたよね。私とかまだ最後までまだ最後まで、ね、でもすごいなんかぜひ最後まで気がかり今があるのはそこが原因やとかっていうようなね判定っていうか、まあ鑑定がなんかでも今から私めちゃくちゃ良くなるらしい。あ、そうなの、うん、なんかでもそれもなんかそういう感じで聞いてないからまだちょっと全然落ちてない、うん、まだまだ腑に落ちてない。落ちてないですね、うんうんうん、なんかキャラ的なものを見てもらった時には、うん、なんかあ、なるほどね、うん、うん、分かる分かる、うんうん、までなんで性質とかね。あ、そうですそうです、はい、うん、でも私誕生数比較やってるので、うん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 、でそれと合わせ持ってもちょっとなんか近いのが見えて面白いなって、うん、私も数比あの感じたことあるので。あ、本当ですか。何を感じて、ちなみに何番ですか。私はあの真ん中の1番、うん、はい、だからリーダー。まあ、そうですね、私の前が1番なんです。真ん中8です。初め6、1、1ですって。あ、そういうことですね。あ、本当ですね。スピリチュアル世界。6、1、1です。1、8、2です。あとね、22番持ってますから、ね、22番、すごいよね。すごいでしょ。すごいでしょ。すごいけど全然すごないんですよ。ユニークなんですよね。そうそうそう、うん、もうね、まんまですよ。22って言って、あ、なるほどってなるほどってなります、ね、うん、また前も見てもらおうか。そうね、うん、ぜひ何遍もね。でもやっぱりあれってあの、まあ、絵本とかでもそうですけど、はい、その人によってやっぱ切り口変わるじゃないですか。あ、そうですね、うん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 、あの誰に習ったかとかにもよると思う、ね、うん、そうですね、うんうん、
なんかあの解釈の仕方も人によって違うっていう、うん、その人が見てる切り取り部分がね、そうそうね、自分から見てる、ね、そう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 、うん、パラレルなのでね、そうみたいな感じですね。うん、私のは分かりやすいとは言われます。なるほどですね、いいですね。ちょっとすごく興味が湧きましたので、はい、後ほどご提供でありがとうございます。はい、じゃあちょっと首以外の一旦コマーシャルいきたいと思います。はい、いってらっしゃい。シャナナンバー。シャナナ TV 内でのプレゼント企画や1日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット。シャナナ TV を楽しんでいただくためにこちらご登録いただきたいと思います。はい、シャナナンバー、はい、こちらの方がシャナナ TV 内、あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか。ご登録はこちらから。ご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼント。シャナナンバー、おかえりなさーい。おかえりなさい。告知 PR タイムなんですけども、はい、まだお話が途中なんですよ。あ、じゃあぜひ、なのでそのお話の続きも含めて、はい、伺いたいと思います。はい、まず十分時間ありますからどうぞ。どこまで話した？マヤ歴をなんか、偶然マヤ歴を習いましたまで来ました。で今後、はい、やりたいことっていうのがあるんですよね。そうなんです。この、去年のクラウドファンディングの時にこの本を病院に、あの、まあちょっと子どものが入院している主要な病院、ちっちゃい病院にちょっと届けられないかと思うんですけど、大きな病院に、一応全国に届けていきたいっていうのを掲げているの で、 そうですよね。で、お世話になった病院など数箇所はもう起動していったんですけど、このコロナ禍でなかなかそういうのを、そうですよね、なんか下手に、ね、病院に、ね、訪問できないっていうのも背景がありますもんね。で、訪問はね、特にそうです。できたら訪問したい、で難しければまあ郵便でとか考えてるんですが、まあ、できれば今年中か今年度ぐらいで起動していきたいと思ってます。なるほど。まあ、第2弾も考えていらっしゃるんですよね。あ、そう、絵本で、はい、絵本は今度は娘が、まあ、見えないですけど、まあ、天使の姿をした娘が、私がなんか困ってたりピンチに陥ってた時に、目には見えないけれども助けてくれてるっていうようなストーリー性のある絵本を書いていきたい。私それもいいと思って、実現するまで時間どんだけかかるか。ご自身も大きなことに挑戦しようと思ってるんですよね。これ何ですか？これこれもなってるかどうかわからないですけど、はいはい、先日、ミセス日本っていうグランプリに、はいはい、セミファイナルで出場して、そのファイナリストに残ったら、もうそれ以降は社会貢献活動に参加できるっていうので、ミセス活動して日本の方ですよね。はい、そうです。社会貢献活動にすごく、そう、カレンさん、カレンさんの方、北野の本部の方、ね、あ、はいはいはい、ご存知よく言います。はい、身近にたまたま、私の周りでも、私日本の方が結構多くいらっしゃったので、他の、であのミスとかミセスとかあんまり興味なかったんですけど、自分だけこう綺麗になってきてればいいわっていう感じで、でもこの社会貢献の活動にすごく力を入れてるっていうのを聞いた時に、いや私一人ではそんな大きなことはできないけど、そういう団体に入っておけばもっと大きな活動できるんじゃないかと思って、で少しの負担で大きなことができるっていう魅力を感じて挑戦しました。なるほど、すごいですね。幅広いですね、活動が。楽しみですね。はい、発表いつでしたっけ？発表は下旬ぐらいですよね。そうですね。確か。何月の？あのファイナリストになるかどうかっていうのを。あ、なるほど。でそれからまた選考がありますね。はい、この放送をやってる時はもう分かってる。ああ、なるほどですね。はい、ちょっとワクワクですね。はい、今現在はちょっとドキドキ中の感じですね。そうなんですよ、どっちも言えない。本当やー、まあ、そんな感じです。ご覧いただいて皆さんはもうちょっとあれかもしれないですね。はい、Facebook とかね、私のフェイスブック見てたらも、そうですね、アップしていきますので。素晴らしい。Facebook はね、ユミピーで検索するとヒットしますのでね、はい、ぜひとも夢は実現する、夢が実る、P です。素晴らしい、めっちゃ可愛い。その E はちっちゃいので、E ちっちゃくしてください。日本のね、はい、結果も分かります、ね、いろいろで検索で出てきます、ね。はい、なるほど。アメブロとかも出てくると思うので、あ、そうですね、いろいろで、Facebook にはいろいろリンク貼ってあるので、はい、それからいろいろインスタにも飛ぶようにしてます、なるほど。まあ、でも今日この後ね、あの、まあ、放送中がまだそれ分からないところですけど、はい、ぜひあの
あれで使ってもらって、はい、宣伝で使ってもらって、はい、この後すぐにもね、もうお友達が増えてる可能性ありますからね。そうですね。そうですよね。収録後に、うん、はい、はい、あともうそろそろお時間になってきましたけど、うん、言い残したこととかないですか？はいはい、まあこれをご購入いただいて嬉しいと、はい、まあ、私から購入していただけたら、はい、それは全部私の活動の費用にさせていただきますので、とてもありがたいです、はい、それはフェイスブック、フェイスブック、はい、あのメッセージとかいただく、メッセンジャーでね、お友達になってなくてもメッセンジャー使いますので、はいはい、ぜひともよろしくお願いします。直接ぜひお買い求めいただけるとありがたいということで、はい、あとマヤ歴カウンセリングの方も、はい、受け付けてますので、はいはい、イベント出演とか、今この時期ですから少ないんですけれども、はい、とか、あと、9月5日にとりあえず今のところイベントに出演、はい、出展する予定なので、はいはい、また詳細ご覧ください。はい、もう Facebook ぜひチェックしてください、はいはい、で世の中がこの中開けたらイベント出演も、行きますので、ぜひお声かけください、はい、ね、なかなか購入の難しいなっていう方は図書館にもね、置いてあったりしますし、はいはい、もしなければ希望を出していただけると、はい、取り寄せていただけることもあるということですので、ぜひともね、その辺で必ず読んでいただけたらなと思います。はい、図書館にも置いてますからね、うん、はい、でもそろそろ時間になってきますけど、はい、大丈夫ですか？心残りないですか？はい、はい、うん、大丈夫そう、うん、まあ、私と同じような体験をした人、うん、いや、まあ、普通の生活、高校さん持ちの方とか、うん、まあ、全ての方に読んでいただいて、はい、なんか気づきを得てもらえたら、うん、すごく嬉しいです、うん、励みになってもらえば嬉しい。本当ですね、うんうん、私もそのうち味わいたいと思います。はい、はい、そのタイミングが来たら読むことに。素晴らしい、もうありがとうございます。もう、はい、はい、うん、いや、僕も小さい頃に読んだ絵本以来な、もう数十年ぶりに絵本読んで、うん、でもいい本でした、うん、またね、書いてある一節一節がもう心に染みて、はい、もう前の方がちょっと、うん、読むの辛かったら、うん、後ろのメッセージだけでも読んでいただけると、うん、ありがとうございます、ありがたいです、ね、周りの人の愛情もね、うん、いっぱい感じられるし、はい、いい本でした、はい、うん、まだ思い出してまた泣き始めました。どうする？一応出しとこう、はいはい、後ろにもバーンって写真出てますのでご安心ください。はい、はい、じゃあぜひまたご購入希望の方ぜひメッセージくださいということです。はい、今日どうもありがとうございました。さよなら。僕は君の大人のおもちゃさ。